リュドビートシュトゥールリュドビートシュトゥールは、オーストリア帝国出身のスロバキアの言語学者、詩人、哲学者、政治家。福音ルター派の教師並びにオルガニストだった父、サムエルと母、アンナの間で誕生した。出生地は、オーストリア帝国ハンガリー王国のウルベクであった。福音ルーテル教会で洗礼を受け、父からラテン語を習った。ハンガリー北西部ジェールにある学校に通い、 詩学、ハンガリー語、ドイツ語、古典ギリ,リシャ語などを学んだ。そして後福音ルター派の学院に入学。その頃、チェコスラブ会の会員になった。1831年に初めて詩を書いた。1834年、研究費や生活難で研究を一時中断。故郷に戻って白尺の下で働き、同年、研究を再開、歴史や文芸のサークルで活躍した。 かつて学生だった福音ルター派の学院で文学、スラブ詩やスラブ文学詩を生徒に教えた。詩を書き続け、初めて詩集を印刷して出版した。チェコスラブ会の会員数は絶えずして増加した。1837年4月、チェコスラブ会は福音ルター派の学院に在籍する学生による騒ぎが原因で活動禁止されたが、一週間後に再開、並行して、 チェコスロバキア言語と文学の研究所を設立した。また、彼は、チェコ、クロアチア、ポーランドなど各地各国の新聞や雑誌に記事を書き続けた。1838年9月に、ブラチスラバを立ち晴れへ、晴れに向かう、途中のプラハで1ヶ月以上過ごした。ドイツの晴れにあるマルティンルター大学晴れヴィッテンベルクで、言語学、歴史、哲学などを学んだ。 特に哲学者、ゲオルクビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルや、ヨハン・ゴット・フリート・ヘルダーに影響を受けた。この頃、彼の詩、夜の詩作は、チェコの定期観光物、クバテに掲載された。1839年春、ドイツ東部にあるラウジッツの北部や南部を長く旅して、多くのスラブ人と交流した。1839年にチェコ語で旅行を1839年春、 ラウジッツへの旅を表した。1840年に、ブラハを経由して、ブラチスラバに帰還した。同年10月、福音ルター派の学院で、文法やスラブ史を教え、そしてチェコスロバキア言語研究所で、研究活動を続けた。1841年に、文芸史、タトランカを共同編集した。また、スロバキアの政治新聞を発行した。 1841年8月16日、友人と一緒に、スロバキア文化における天高くそびえる象徴的な山クリバンの頂上まで登った。1843年にブラチスラバで、多くの様々な地方の方言を、中央スロバキア方言に基づいた共通言語に体系化することを決意した。シュテュールは、後に、チェコスロバキア言語研究所を追われることになる。 1843年7月、ハンガリーでは出版できなかったため、ドイツのライプツィヒで研究所を出版した。同年、スロバキア西部の村で、スロバキア国民運動指導者、ヨゼフ・ミロスラフ・フルバンと会い、新しい標準スロバキア語を導入することについて合意した。7月17日に、作家ヤーン・ホリーを訪問し、標準スロバキア語導入について伝えた。 同年10月11日、ハンガリー当局によって、抗議を停止するように命じられたが、抗議を続けた。同年12月31日、シュトゥールは、職を剥奪された。結果、翌1844年3月に22人の、教え子が抗議のためブラチスラバを立ち、そのうち13人は、レボチャにある福音派の学院で学び続けた。教え子の一人に、 後のスロバキア共和国国家の作詞者、ヤンコ・マトゥーシカもいた。1844年、スロバキアの作家らは徐々に新しい標準スロバキア語を使用し始めた。シュテゥールは、同年8月27日に最初のスロバキア教会の創立大会に参加した。1845年8月1日に新しいスロバキア語で書かれたスロバキア民族新聞の 総関号が発行された。徐々に政治的段取りを形作った。彼はスロバキア独自の言語、文化、教育、ハンガリー内における政治的自治権の獲得及び、スロバキア議会の解説を目指した。ドイツ語で書かれた小冊子をウィーンで発行、また、著作、スロバキア語の理論を、ブラチスラバで出版、新しい標準スロバキア語について説明した。 1847年8月、タトリーン教会第4回大会でカトリック側とプロテスタント側は新たに体系化され標準スロバキア語を使用することについて合意した。1847年10月30日、シュトゥールはブラチスラバにあるハンガリー議会の議員になった。1847年11月17日から翌年3月13日までに、 議会で市民権導入や小学校でスロバキア語を使用することなど5つ重要な議会演説を行った。1848年5月、請願書、スロバキア民族の要求を書き上げた。その中で、スロバキア議会の解説、公用後にスロバキア語を加え、小学校から大学までスロバキア語を使用すること、自治権の拡大を要求した。また、普通選挙、 報道の自由、集会の自由や民主的権利を求めた。農民を圧政から解放して土地を返還することを要求した。しかし、ハンガリー政府は1848年5月12日にスロバキア運動指導者について逮捕状を発行した。シュテュルは1848年5月31日にプラハへと逃れた。 6月に同地で開催されたスラブ会議に参加したが、スラブ会議は中断。シュトゥールは6月19日に、クロアチアのザグレブに赴き、クロアチアの雑誌、スロブンスキー・ジャグの編集者になった。彼は、セルビア人から財政支援を受けて、ハンガリー政府に対して放棄を準備し始めた。 スロバキア法規は1848年9月から1849年11月の間に勃発した。1848年9月、彼はウィーンに赴き、スロバキア人武装法規の準備に取り掛かった。1848年9月、スロバキア国民評議会のフルワン・ホジャからなる政治部門、そしてまた軍事部隊をウィーンで結成した。 同年9月19日、スロバキア国民評議会は、ハンガリー国家から独立を宣言し、スロバキア人へ武装放棄に参加するよう呼びかけた。さらなる放棄について議論するため、1848年10月7日に、プラハで会合した。ウィーンに戻り、さらに、1849年3月に、北部ハンガリーを横断、スロバキア志願兵を募る。スロバキアの要求における、 解決策について、ウィーンで交渉したが、しかし、1849年11月21日に、スロバキア志願兵部隊は解体した。1850年秋、彼は、スロバキア全国史の発行について拒否された。同年12月に、スロバキアの学校やタトリーン教会に関するウィーン、代表団に参加した。翌1851年10月、 標準スロバキア語の体系化改革に関するブラチスラバ会議に参加した。時期を前後して、1851年1月13日に弟カロルが死去、同年7月27日に父サムエルが死没した。約2年後、1853年3月18日に恋人アデラがウィーンで死去し、同年8月28日に母アンナが死去した。 1855年12月22日冬の土曜日、シュトゥールは狩猟中に誤って銃弾によって負傷。そして、翌年1月12日夜9時に死去した。ウィキメディアコモンズには、ルュドビートシュトゥールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。